こんばんは、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブのリーダー兼パフォーマー佐藤大樹と、ボーカル中島聡です。今日のファンラジはこの二人でお届けします。いや、来たよ来た。え、なんか、はい、まあ一回行きますか普通に、はい、あのですね、はい、12月5日でデビュー3周年&4年目となりました。おめでとう。ありがとうございます。嬉しいね。3周年終えましたよ。終えたね。一瞬だったのと濃すぎるのとでね、うん、本当にどうなの。ソータからして早い、それとも長い。でも本当どっちもなんだよな。早いかもしれない。早いんだ。はい、なるほどね。でも思い出を遡ればめちゃくちゃやってるなっていう。そうだよね。濃いよね。濃い。濃い3年だよね。でもあの22歳になったんで。いや、まだ22か。22歳です。未来が明るいね、そうちゃん。大輝くんちょうど35。おい、ふざけんじゃねえよ。35ですよね。なんか突っ込みづらいわ。そんなおじさんでもねえわって言いたけど、先輩方たくさんいるからおじさんではないし。確かに、ね。全然まだ20代です、私もね。そしてですよ。はい。ファンラジ4年目にして、はい、この2人ラジオでは初の組み合わせらしいですよ。え？嘘でしょ。しかもこの2人ってなんぼでも喋れますよ。もう一番いるもんね最近。はい、いや本当に。え、4年もやっててこの2人が今日初めて。いや、そうですよ。どういうスケジューリングしてんだよ。本当ですよ。いくらでも組み合わせられるよね。ガチでそうですよ。めちゃくちゃテトリス下手くそなマネージャーなんだろうな。あ、言い過ぎてますね、うん、言い過ぎてる。言い過ぎた。すぐ言っちゃうからな。そしてですよ、うん、僕今回でメンバー全員コンプリートできました。おめでとう。ありがとうございます。八方美人。ありがとうございます。悪いな、なんかなんかあれやな、印象が。誰とでもね。そうです、ラジオできるね。でも大輝くんも、あと堀夏くんと一緒にできたら、うん、あと2人ラジオの組み合わせがファンタスティックスメンバー全員コンプリート、フルコンプリート。大輝くん、堀夏くんがラストの。え、やってないっけな。やってそうだけどな。なんか俺とソータと堀夏あったよね。はい。でもそっか、2人ずつっていうのがなかったのか。確かに。うーん、やっとですよ。でも俺はこのまま来たらコンプせずに終わろうかなと思うね。え、ここまで来たらひねくれてるから僕は。何年目まではもうね、ずっと5年目までは絶対になっちゃんと2人でやらないっていう。逆に面白いですね。決めていこうかなと思ってます。まあね、いいですよ、僕たちは何本でも喋れますから、うん、いくらでも。もう4週分ぐらい喋ってやろうかなと思ってる。まあね、尺が無理なんですけど。厳しい。厳しいな。でも本当に楽しみ、うん、今日は行きますか、じゃあ、はい。そしてですね、今日のファンラジオはふつメルの回でございます。出た。まあきっとね、たくさん喋るということで、はい、お楽しみに。お楽しみに。ということで、ヤマダ運送グループプレゼンツ、みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、今週もスタートでーす。一旦 CM です。改めまして、こんばんみ。いや、ビビる奥さんか。はい、や、さすがだな。びっくりした。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブの佐藤大樹と中島聡太です。さあ、それでは早速、ファンタジスタの皆さんから送っていただいた、ふつメルをご紹介していきたいと思いまーす。はーい。お願いしまーす。すごいね。もう、あの、年を重ねるたびに、はい、この送られてくるメールの量がえげつないということで。みんななんかふるさと納税かなんかと勘違いして送ってくる人もいるらしくて。で、献上品ないですからね。自分で作ってるだろう、これ多分。さあ、はい、早速いきます。お願いします。ファンタジスタネーム、千葉県のアッパレイヤーさんからいただきました。この前、バイト帰りに友達に似ている人がいて、うん、マスクもしてて暗くてよくわからなかったけれど、うん、名前を呼んだら全然違う人で、すごい恥ずかしい思いをしました。はい、汗汗。こんな経験ありますか？あと、ファンタの皆さんは最近恥ずかしかったことってありますか？あるけどな、僕。何？僕めちゃくちゃ話しかけちゃうんですよ。え？似てて、うん、で、大体その友達とかってメンバーとかも深く被ったりするじゃないですか、うん、まあほぼ分かんないんですよ、うん、で、流星っぽいのがいたんですよ、カエネマ流星っぽいの。バリスティックボーイズの、はい、はいはい。で、流星っていつもあのハットみたいなキャス、うん、なんだろう、ね、バケットハットバケットハットすごく深く被ってマスクじゃないですか、うん、もう流星だったんですよ、どっからどう見ても。おーおーおー。で、流星って言ったらもう全然違う、うん、で、流星に似てました。いや、ありがとうございました。報告するな。ありがとうございました。もうね、本当に恥ずかしくて。それはもう一般の方だったの？一般の方でした。でもさ、これ街中歩いてるとカズマとか流星のシルエットに似てる男子、うん、最近めちゃくちゃいるんですよ。いますよね。もうめちゃくちゃバケットハット深く、はい、マスクみたいな。じゃあモロ一緒じゃん、この経験と。そうです。マサヒロもこの前いたんですよ。え、マサヒロに似てる人？バリスティックボーイズのマサヒロに似てる。おう、髪長くて、うん、くくってたんですよ、うんうん、で、バケットハットかぶってて、うん、あ、こ
これは正弘さんと、もう僕最近いっぱい会ってるし、いつも喋ってるし、もうこれはもう後ろとか横側からも正弘で、結構近づいてもう真横ですよ、もうほぼ話しかけないといけないぐらいのスペース行った時にもう絶対違くて、そこで気づいたんだ。ギリギリ気づいて、じゃあ話しかけずに、かけずにです。で正弘に電話して今家いるって言った、家いるって言って、あじゃあちゃうかったんだ。危なかった。あなた人間観察が得意と言ってる割に全然見分けられてないですね。うん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 じゃない、急にタメ口怖。全然修行が足りない。やっぱ人見てるんで。まあね。大輝くんないんですか逆に。これ本当にいつか話したかった。さっきも新しいマネージャーさんに名前間違えてた。やめて、これ言わないでよ。俺のプライドが傷ついてるのか。人の名前は結構覚えてきた方なんだけど。そうですよね。じゃなくてよ、はい、これね話したい話があるんです、はい、これマジの実はね、うん、この間銀座行ったんですよ一人で、はい、でランチ最近するのハマっててね、はい、でお寿司をカウンターでランチで一人で食べるというのにハマってるんですよ。ちょっとね奮発して、いい生活で僕入ったお店が本当お客さん誰もいなくて、はい、でまあすごく気前のいいね店長と、うん、今日は何にしましょうみたいな感じで言われて、じゃあこのコースでみたいなの言ったぐらいからね、そのまあ結構若かったんですよ、はい、言ってくれる人がずっとニヤニヤしてるんですよ。え？でなんでこの人ニヤニヤしてんだろうなって思って、で僕がまあコースをね食べ進んでいくうちに、はい、いかがですかお味はって聞いてくるから、うんうん、しかもちょっとにやけてるんですよ。でめちゃくちゃ美味しいですって普通に言ったら、はい、いや山本みたいな、もういいよ山本って言われたの、はい、えってなるんですよ。で俺もう初めてちょっと下向いて食べてたからちょっとまあバレたくもないし、はい、まあ で初めてその店長の顔パッて見た瞬間、店長がもう青ざめて大変失礼いたしました、あのすいません、あの先月まで一緒に働いていた同期が独立しまして、あの山本って言うんですけど本当に似てて、で久々に会って、あのちょっとねギャグでちょっと一人で来てくれたのかなと思って嬉しくて、ずっといつ言おうかなって迷ってて言ったんですけど、本当にすいません、しかもあれですよね、エグゼルの方ですよねって言われて、やばもうね、どっちも恥ずかしい空気になっちゃって、いやすごっ、これ本当に言いたかった、なるほど、うわ言えたわ、これエグいっすね、うん、これ実はその後よ気まずいのは、俺は別にいいじゃん、いやそうですよねそういうこともありますよねって言うけど、もう向こうはさもう店員さんからすればお客さんを呼び捨てにして、うん、いや確かに、ママちゃんもういいよみたいなノリで言ってしまったし、うん、ましてやエグザイルの人に言ってしまったっていうあれで、はい、もう後半ご飯びちょびちょだったもんね寿司握るシャリシュンニャシュンニャになってたから、いやだからその店員さんもまあお寿司だけに上がってたんじゃないですかね、うん、ポン CM 行こう、いけるよね、ありがとうございます、決まったよ、うん、しかもさちょっともうちょい喋っていいですか、はい、どうぞ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 、最近謎かけめちゃくちゃハマってるんですよ僕、いや中島の謎かけ力やばいよマジっすか、すごいよ、大輝くんがもともと好きじゃないですか、うん、で最近それやってみたら結構できるんですよね、え行っちゃう、行きます、それで締めるこのコーナー、はいラジオとかにします、あいラジオでいける、ちょっと一回待ってくださいね、うん、ちょっと待ってくださいね、ちょっとねつなぎます、これ本当にまあ説明すると、あの謎かけってよくあるじゃないですか、まあ根づっちさんがまあ嫁だって言ったらあれですけど、うん、最近僕とケイトとソータでショッピングしてる時に、はい、はい、行きました行きました、もうでもこれ結構いいかもしれない、いけるかな、うん、すいませんもうちょい喋りますその話、うん、まあ謎かけの説明せずに終わっちゃってるから、ね、すいませんポッとねケイトがお題を言って思いついた人から言ってくっていうゲームハマってるんですけども、はい、今日それをここでやりたいと思いますはい行きますはい、ラジオとかけまして、はい、目標と解く、その心は、どちらも声ないといけないでしょう。おいマジか、これすっごくないですか、すごいな、声ないといけない、声ないといけないでしょう。これさ今僕めっこれやばいと思って今落ち着いてたんですけど、すっごっ、え何なのその最近すごいぞそうちゃん、しかも全部かかってるんですよね、何が、あの今まで答えて、あそう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 、うまくいってるよね、ちょっと今のやばくないですか、いやすごいわ、早かったっすよね、早かった、しゃもうコーナーにしてもいいと思うよ俺は、ファンラジオの中でだとしたらもう根づっちさん勝てないですもん、そっかそっか、まあね根づっちさんレベルに行きたいよね、いや行きたいっすね、やるならね、いやいいんじゃないですか、お後がよろしいようでちょうどぴったりです、じゃあそれではここで1曲お届けしたいと思います、そうちゃん曲紹介お願いします、はい、それでは聴いてください、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブでフラワーソング、FM 大阪からファンタスティックスフロムエグザイルトライブの佐藤大輝と中島壮太がお送りしています、山田運送グループプレゼンツみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今日はふつメルの回ということで、はい、後半もメールを紹介していきます、お願いしますじゃあすごい鼻すする音がすごい、あごめんなさい不快な思いしててじゃあファンタジスタネーム新潟県のりょうなさん、うん、ファンタの皆さんこんばんは、こんばんは、ビビる奥さんじゃないんかい逆にね私は専門学校に通っていて、うん、そこでは席替えがあります、うん、
くじ引きをするのですごい盛り上がる行事の一つです、うん、20歳にもなって席替えに必死なのもどうかと思うのですがわらわら私はずっと一番前とその以外の席の交互に来るのです、うん、そして現在一番前の席ですごい嫌です、うん、ファンタの皆さんの学生時代の席替えエピソード聞きたいです。いいじゃんね、別に20歳になって席替えで盛り上がれるっていうのはいや、いいですよ、青春だよ。僕大好きでしたから席替えなんて。わかる。え、なんか ありますエピソード雑に振るな。なんか話す感じ出しといて振るなよ。席替えエピソード、はい、僕はやっぱ先生を、うん、裏工作でやっぱ操作するタイプだったから、うん、自分に有利な席替え方法を常にしてもらってた。そん時からっすか。そん時からとか言うのやめろよお前。最近もうずっとなんかそのバラエティ番組とかでやってますけどやってスタッフさん逃げれてなかったか俺ってコメントよく見ますけど、ファンカジでよくやりますね。ファンカジでよく見ます。やってたね。どういうことですかそれは。要は自分が学級委員長だったから、今回はくじ引きにしますとか、今回は好きな人同士で決めましょうみたいな、を全部やらせてくださいっていう風にして、よく親友とかと必ず同じ近くの席になるように裏工作をしていました。じゃあ仲いい人は横にいてほしいタイプですか。もう絶対そう。え、違うの逆に。全くなんですよね。え、どういうこと。席替えてだって知らない人と近くなれるじゃないですか、うん、でまた新しい会話が生むわけじゃないですか。本当に喋ったことない人が周りに来た方が僕は嬉しい。いやいやいや。で、有名な話は、うん、まあクラス替えとかして3日間で全員と喋ったっていう。もう全員。中島の武勇伝。はい。すごい3日間で。そうですね。すごいな。席替えがどこが一番好きでした？席的には。一番後ろでしょ。はあ、後ろか。一番後ろの窓側のもうヤンキー席ですよ。でも一番後ろプリント集めに行かないといけないです。いや学校のシステムによるだろう。前の人が。え？嘘。後ろの人から送んない？プリント前の人に。あ、送るシステムですか。そう、送るシステム。集めますね。ほら、そうだ、やっぱ関東と関西で違うんだよ。あー、やばい、うん、バチバチじゃないですか。バチバチではないけどさ。なるほどね。そっか、そっか。席替えエピソードいいですね。20歳になってもう盛り上がるのは、うん、確かに素晴らしい。じゃあ俺いきます。ファンタジスタネーム大阪府箕面市の、ひまわりとコスモスさん。おしゃれ名前。おしゃれですね。はい、ファンタスティックスの皆さんこんばんは。毎週楽しんでラジオを聞かせてもらっています。ところで、何がところでなんですか。バイザウェイ。バイザウェイ。今 LDH さんのオーディション番組アイコン Z が開催されていますね。そこでオーディションを経験されたファンタスティックスの皆さんに質問があります。オーディションでのハプニングや緊張話などオーディションの裏話をぜひ聞かせてください。なるほど。そうだね。ファンタスティックスといえばもう全員オーディションで選ばれてますから。ですね。うん。僕と世界さん以外は。でもエグザイルさんでもそうですね。そうだね。そっかそっか。あります？僕は、うん、三次審査があって、うん、そのファンタスティックスのボーカルを決める5の時の、はい、初めてその時に東京に多分行ったんですよ一人で。え、初めて。はい。おうおう。でホテル取って、うん、まあ大阪から行ってホテル着いて、うん、その近くでコンビニ一回寄ってたんですよ、はい、でホテル着いたら財布がなくなってて、え、で、もう明日早いぞ朝、うんうん、でも財布はまあさすがにやばいと思って親に連絡して、うんうん、財布なくなったんだけどみたいな、うんうん、いやどこに行ったか今まで行ったところ全部辿ってみたらみたいな、うんうん、でコンビニ行ってありませんかねみたいな、うん、その時トイレ行ってたんですよ、うんうん、そのコンビニ借りてて、うん、そこかなと思って見に行ってもなくて、うん、でもそこら中走り回って、はい、で親にこれないかもみたいな、うん、でも明日あるから早く寝たいんだよね。そうだよね。で一緒にこう三次審査まで住んでた友達と走り回って中目黒中を、もう一回コンビニに行ったら会って、なんかシフトが変わってて一個前の人が忘れ物ボックスに入れてくれてたらしくて、はいはいはい、それを知らずに、うん、いやトイレなかったですって言われてて、あ、なるほど、だからパッて調べてもらったら会って、っていう本当にあれだけはもう嫌ですね。すごいね。てかそもそも一回ありますかって聞きに行って、はい、ないですって言われたところにもう一回行くあなたの根性がすごい。もうそこしかないなと思って。持ってるわ。ですね。へー。それだけがすごい不安でしたね。なるほど、ね、じゃああったんだ。ありました。なるほど。じゃあ無事オーディションにも行けて。そうです。へえ。あります逆に。裏話これ話していいのかなーっていうレベルのやつが一個あるんですけど。はい、まあ、僕がエグザイルになったオーディションが、はい、最終オーディションが4月27日の武道館だったんですけど、はい、そうですよね、1回リハーサルをして、うん、でその時はまだ合格者も誰も知らされてなくて、はい、で本番の、
そうだな、直前にもヒロさんの中でも決まってて、で大体スタッフさんにはその情報が入ってる、はい、で僕たちは本当にギリギリまで知らなくて、はい、で一回あの初めて人生で初めてヘアメイクさんにセットしてもらったんですよ、はい、でその時パーマかけてたんでなんか可愛い感じでおろしがいいかなと思って、はい、でそのままね本番備えてなんか練習とかしてたら、はい、スタッフさんに呼ばれてちょっとあのまあ深く考えないでほしいんだけどちょっと髪型を変えてほしいって言われて、そんなあるんだ、メイクさんにそのまあよりエグザイルっぽくというか、あのなるほど、上げにしてほしいっていうのがちょっと今インカムで飛んできてるってなって、えって思うじゃん。でも当時の僕からしたら何も分かんないから、はい、なされるがまま髪型を変更してそのまま本番に臨んで、うん、で記者会見って流れだったんだけど、はい、今考えたらやっぱあの時はもうすでにヒロさんの中で合格者のイメージがあって、はいはい、記者会見だからそのまま なんか可愛いっていう感じよりもやっぱよりエグザイルっぽくしてほしかったのかなっていうのが、はい、今初めて言ったわ。そんなあったんすね、うん、面白い。どこにも言ってないわこれ。まあ、でももう全然大丈夫ですこれは。ですね、うん、確かに、うん、もうなったんだから。いや、さすが、面白いな、ね、ありがとうございます。ということでたくさん普通メールありがとうございます。ありがとうございます。たくさんたくさんまだまだ送ってください。お願いします。お願いします。 CM です。FM… ごめんなさい、ごめんなさい、発声が気持ち悪い。ブワーって言わないだろ。さあさあ、 FM 大阪からファンタスティックスフロムエグザイルトライブの佐藤大輝と中島壮太がお届けしてきました。山田運送グループプレゼンツみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。早いな。楽しかったな。楽しかったね。ちょっとやっぱいつも通り食べれました ね、うん、あと最近大輝くんがなんか目線とか配ってなんか欲しそうな顔してると僕何でも分かるんですよ、うん、いや本当にすごいと思う。いすぎて一心伝心だよね。ですよね。言う前にあこれですよねって言って、そうしかも当たってんのちゃんと。素晴らしい。あと喋ることもやっぱ似てて、似てるね、ツッコミとケイトに対してもツッコミ、僕らも普通に同じタイミングでツッコませね、ドンピシャでね。ワードも全部一緒で、あれすごいですよね。すごいですよ。まあでもまたまた2人でやりましょう。やりましょう。やりたいですね。はい。そしてここでですね、ファンラジからのお知らせですが、来週の FM 大阪はスペシャルウィーク、はい、ラフ&ミュージックスペシャルウィーク2021ウィンターと題してスペシャルなこと満載の1週間になりますが、はい、ファンラジも特別なプレゼントがあるのでお楽しみに。へえ、そうなんですね、はい。さあ番組ではファンタジスタの皆さんからもメールをお待ちしております、はい、メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組へメールを送ってくださった方の中から抽選で毎週5名の方にファンラジオリジナルエコバッグをプレゼントしています。はい、たくさんのメールお待ちしております。そしてですね、ファンタスティックスからのお知らせですが、来週12月15日水曜日に EXILE デビュー20周年を記念したトリビュートシングルファンタスティックス from EXILE 発売でございます。おめでとうございます、僕たちはですね、 Each Other's Way 旅の途中、サムデイ、ビクトリー、フラワーソングの4曲を歌わせていただいているということで、はい、そしてですね、 Each Other's Way 旅の途中はミュージックビデオも公開されていますので、ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。さあそして、来週12月14日火曜日より、はい、全世界に同時独占配信されるネットフリックスシリーズ未来日記に、僕佐藤大輝がスタジオ出演させていただきます。初回は第1話第3話が同時に配信されますのでお見逃しなく。絶対見ます。ありがとうございます。これは楽しみ。その他今後の予定に関して詳しくは EXILE トライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜は僕たちの記念すべきデビュー曲、はい、オーバードライブを聴きながらお別れです、はい、山田運送グループプレゼンツみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスフロムエグザイルトライブのリーダー兼パフォーマー佐藤大輝とボーカル中島壮太でした。バイバーイ。